ご視聴ありがとうございます。ファイナルファンタジー7リバースをプレイしていきます。この動画は自身でプレイした戦闘シーン、移動シーンが含まれており、配信ガイドラインに従った投稿内容となります。ミッドガル第7歩兵連隊到着いたしました。今度は間に合ったようだな。パレードがほどなく始まる。心残りはないだろうね。ミッドガル第七歩兵連隊、気をつけ。これから俺たちは世界中が注目する中、更新することになる。そしてわれわれの肩にはミッドガル市民の期待がかかっている。失敗は許されないだろう。しかし恐れることはない。隊長が先頭に立ち、皆を引っ張ってくださる。我々は隊長を信じついて行けばいいのだ。ですよね、隊長。ああ。最後に決めて。俺たちは優勝するためにここに来た。もちろん社長賞もいただく。それ以外にこのパレードのゴールはない。イエスサー。俺たちは誰にも負けない。イエスサー。俺たちは最強だ。イエスサー。隊長、そろそろ会場へ。Lジュノンに行きましょう。最近撃ったのはいつだ。5年前であります。今日の式典で撃て。しかしながら。バカ、この大砲の射撃演習は休止中です。ウータイとの停戦条件の一つですからな。構わん。時代が変わったことを教えてやれ。さすがバカ、素晴らしい。ドンパチは気分が高揚しますからな。社長、そろそろお時間です。すごいわね。ああ。こっちだ。ただいま、私はエルジュノンに来ております。ご覧ください、この人の数、そして熱気。皆ルーファース新社長の登場を今か今かと待ちわびています。続いてバイク部隊の登場です。見てください、あの華麗なドライビング。ここでルーファウス新社長の登場です。お聞きいただけますでしょうか、この歓声。おっと、どうしたのでしょう。
発射準備完了。さあ、新時代の幕開けだ。撃てやなんということでしょう。ジュノンのシンボルである魔光キャノン砲がなんと発射されました。エルジュノンで開催中のパレードも次が最後の舞台となります。ミッドガルの精鋭第7歩兵連隊の登場です。隊長は力強く宣言していました。ミッドガルの復興を後押しするため必ず社長賞を持ち帰ると。果たしてどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。ミッドガル第7歩兵連隊にご注目ください。左向け、左。第1演武始め。まずまずといったところです。隊長の指示が完璧です。素晴らしい演武です。第2演武始め。完全にシンクロしています。これは目が離せません。これは伝説のパフォーマンスになります。ミッドガル第7歩兵連隊による最初のパフォーマンスが終了しました。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。これは最高の滑り出しとなりました。隊員たちの気合の入った演武に歓声が上がっています。これは次のパフォーマンスも楽しみですね。左向け、左。フォーメーションチェンジ。これはひどいですね。最終演武始め。動きが鈍いですね。少し動きが硬い気がします。全く統率が取れていません。彼らならもっとやれると思います。ミッドガル第7歩兵連隊のセカンドパフォーマンスが終了しました。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。なんとか失敗なく乗り切りましたね。隊長の指示にも熱が入っていました。この調子なら最後は大爆発が期待できそうです。全体止まれ。第一演武始め。一度立て直した方が良さそうです。いいですね。フォーメーションチェンジ。調子は悪くなさそうです。最終演武始め。舞台の絆を感じます。
じゃないですか。たった今パレードの全パフォーマンスが終了しました。すいません。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。ラストを飾ったミッドガル第7歩兵連隊は手堅くまとめてきましたね。この堅実なパフォーマンスをルーファウス社長がどのように評価するのか楽しみですね。果たして社長賞はどの部隊が手にするのか。注目の表彰式はこの後すぐです。はい、大丈夫です。監視には気づかれていません。奴らと話をする。お前は黒マントを追え。了解しました。休みは終わりだ。黒マントの追跡を再開する。さて諸君、ルーハウス新社長就任祝賀パレード、ご苦労であった。皆の情熱と忠誠心を目の当たりにして新社長も大変喜ばれている。それではこれより表彰式を執り行う。まずは総合部門より最優秀パフォーマンス賞を発表する。最優秀パフォーマンス賞は警備隊。狙いは社長賞だ。なんで。指揮官前へ。オッケー。続いて社長賞を発表する。それでは若どうぞ。私の父であるプレジデントはただの兵器開発会社でしかなかったシンナを世界一の企業へと発展させ、皆に魔法という名の富をもたらした。そんな偉大な父にまずは感謝の意を表したい。この中継を見ている者の中には、新たな社長が私のような若造で不安に感じている者もいるだろう。しかし私は断言する。シンラカンパニーは永遠であると。我々は今多くの問題に直面している。世界は変わらなければならない。古い殻を脱ぎ捨て勇気を持って進まなければならないのが今日はその第一歩となる。私が道を示そう。
恐れずについてきてほしい。皆が約束の地にたどり着けるまで高潔で揺るぎない精神を持って責務を全うすることをここに誓う。さあ諸君、新たな世界を一緒に作ろうではないか。それでは社長賞を発表する。社長賞はミッドガル第7歩兵連隊。それでは、タイを代表し、そこの3名、上がりたまえ。どうした？たった今、ルーファス社長に指名された隊員たちが、壇上へと上がっていきます。ケレ！貴殿たちの力強いパフォーマンスをたたえ、ミッドガル第七歩兵連隊に社長賞を授与する。おめでとう。ルーファウス社長が隊員たちに意味合いの言葉をかけています。対する隊員たちは万感に思ったのでしょうか、あるいは喜びをかみしめている。この者たちと直接話をしたい。放送を止めてくれ。はい、さっさと動かんか。駆け巡っているのかもしれません。どうなってんだ。すまねえ、ちょっと通してくれ。待て、見ろ。おいおい、何する気だ。せっかくの晴れ舞台だ。メットを取ったらどうだ。クラウドストライフ、素晴らしいパフォーマンスだった。さすが慣れたものだ。下がれ。しかし若、うん、クラウドストライフ、少々調べさせてもらった。なかなか興味深い経歴だ。気に入ったよ。そこでだ、私と取引をしないか。私はミッドガルの復興に集中しなければならない。市民の生活が元に戻らなければ、シンラは大いに信頼を失うことだろう。その事業に集中するために、面倒な雑事を切り離したいと考えている。どういうことだ。親父の代から引き継いだ負の遺産、本社ビルから奪われた古代種の奪回、奪われた研究素材の回収、そしてアバランチの逮捕と処罰、それらすべて私にとっては雑事だ。できることなら解放されたい。もう私たちを追わない、そう言ってるの？ああ、
もっとも市民感情までは操作できない。しばらくミッドガルには近づくな。私ももういらない？神羅は変わる。取引だと言ったな。条件は？セフィロスを任せる。古き神羅が生み出したモンスター、過去の遺物、処分したいところだが、社内の調整が面倒だ。受けてもらえるかな？引き受けよう。手がかりはあるのか？クロマントの連中を追う。いい線だ。あの人たちは何なの？あれはセフィロスの、言ってみれば分身。追えばセフィロス本人にたどり着く。北条博士の仮説だ。ああ、ここから登れそう。見ろ、あそこだ。おいおい、今はまずいぞ。敵撃つからね。よし、集中。取引は成立だな。約束だよ。会社中に伝える。北条博士にもタークスにも。ああ、もちろんだ。これがお前たちの答えか？いや、これは。なめるなよ、野良犬ども。バカ、ヒナを。襲撃者を見つけ出せ。襲撃者を捕まえろ。今のユフィだよね？多分。どうしよう。ここから離れよう。クラウド、ルーファースの野郎は逃げた。さあどうする。たった今クロマントを見た。港へ行くらしい。俺たちも行こう。警備がやばいぜ。強化された。変装でしばらくは行けるだろう。あんたたちは先に行ってくれ。
俺は残って第7歩兵連隊を港から引き離す。一人で大丈夫？ああ、一人の方がやりやすい。隊長！港で会おう。隊長、ご指示を。これは極秘情報だ。襲撃者はすでにアルジュノンに移動したらしい。俺はこの情報の伝令に回るから、お前たちは先行して捜索を始めてくれ。お言葉ですが隊長。襲撃者とその仲間は我々に紛れ込むため捕捉にも変装しているという情報があります。お一人では危険ですから、我々もお供します。ミッドガル第7歩兵連隊は一心同体です。いや、襲ってくるものがあればたとえ同じ兵装でも敵とみなして戦うしかありません。ああ、そうだな。信用できるのは仲間だけです。港へ降りるリフトまで伝令をして回ったら、アルジュノンに移動して襲撃者の捜索に合流する。ついてこい。イエスサー。ここからだ。隊長を援護すると。聞いてないか。襲撃班はすでにアルジュノンに移動した。俺はその伝令だ。ご苦労様、これ受け取ってくれ。一気に行くぞ。怪しいぞ。当たる。これでどうだ。テイク。沈め。悪いだろ。終わったな。隊長、伝令はもう不要ではないでしょうか。気が済むまでやらせてくれ。行くぞ。
消え失せろ。こう進むぞ。